今回の話、すごいことになってるわよ。中国の新エネルギー車、急成長してるのに、信じられない欠陥が次々と明らかになってるんだよ。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。ブレーキが突然効かなくなったり、バッテリーがたった数年でガタガタになるし、何よりこの問題を指摘した人たちが訴えられてるって知ってた？しかも、その訴えられた人たちは増えるフォロワーとアクセス数を逆手に取って情報発信してるんだよな。あるブロガーは訴えられてから新しいフォロワーが2000人も増えたらしいぜ。それだけじゃなく、年間600億円もかけて水軍を雇って、都合の悪い真実を隠そうとしてる企業まであるって話だ。まるで言論を封じるための巨大なシステムって感じだよな。新エネルギー車は、エコで未来の車って宣伝されてるけど、実際は危険な、代物じゃない？このままじゃ本当に安心して乗れないし、消費者が泣きを見るだけなんじゃないかって思うよ。結局、表には出せない欠陥や、隠された真実がどれだけあるのか、気になるわ。本当にな。これから紹介するのは、中国で起きている新エネルギー車の裏事情。データ改ざん疑惑、ブレーキ故障、莫大な訴訟額、急速劣化するバッテリー。問題が山積みだ。今日はその核心に迫るぞ。てなわけで今回は、中国 BYD の EV 大欠陥。隠蔽されたブレーキ故障事故データと訴訟地獄で中国が年間600億円で消費者を操作がバレるゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。3、2、1、発信。って掛け声だったらしいんだけどさ、振動時間が2秒、3秒、5秒、6秒って続いて、完全に逆向きで離陸失敗だってさ、炎が上向きに出てたって言うんだ。炎は下に向いてないと意味ないだろって感じだよな。しかもその炎の高さがビル何階分にもなるくらいだったらしいぜ。逆向きって、そんな基本的なミスするもんなの？発射台の設計かエンジンの取り付けが適当すぎるんじゃない？普通、逆向きに燃えたら止めるよね。そうだよな。しかも近くにいた小さい白い車が、危険すぎる。って訴えてたらしいぞ。まさに、帰りたいって感じだな。見てる側からしたらただ燃えてるだけかもしれないけど、その燃料車からどんだけ排ガスが出てるのかなんて気にもしてないんだろうな。確かに、ただ燃えてるだけっていう感覚かもね。排ガスがどんだけ環境に影響するのか考えてないんだろうな。いやぁ、エコを歌ってる国なのに、こういうことが多いのは皮肉だね。それだけじゃなくて、11月8日に遼寧省瀋陽の高速道路でまた事故があったんだ。バスが横転して炎上したって話だよ。バスには大学生が50人以上も乗ってたんだってさ。学生がパニックで逃げ出したって、それだけ大変な現場だったのかな？高速道路で事故なんて、逃げるのも命がけだよね。横転する原因って何だったんだろう？それが、衝突事故じゃないんだってさ。バス自体が勝手に横転して、ガードレールを越えて反対車線で燃えたらしい。後で警察が調べた結果、機械の故障で制御不能になったって報告があったけど、現場の混乱は相当だったみたいだぜ。ただの故障でこんな大事故に？しかも、負傷者は2人。って報告されてるけど、本当にそれだけ？ネットでは病院が学生で溢れてるって噂があるよね。なんか、隠されてるんじゃない？そうだな。たった2人で済むような状況じゃなさそうだ。現場の混乱ぶりを考えると、ごまかしてる可能性もあるかもな。それにしても、こういった事故ってよく聞くよね。やっぱり、新エネルギー車って問題多くない？フェリーに乗る前に火が出たって話もあるし、もし船上で燃えたら大惨事じゃん。ああ、それな。この前もシャオペンの新エネルギー車が溝に落ちたんだが、なんとか、トレーラーに積み込もうとした瞬間に自然発火したらしいぞ。トレーラーごと燃えかけて運転手が急いで放り出したって話だ。それ、わざとじゃないかって思っちゃうくらい偶然が重なってるね。ナビのエラーで溝に落ちて、積んだ途端に発火するなんて。いやぁ、何が、エコなんだか。本当にな。もしこういうトラブルが頻発するようじゃ、安全性どころか環境への配慮も疑わしいよな。新エネルギー車の自然発火の話、なんだか当たり前のように受け流されてるらしいぜ。あるネットユーザーがトンネル内の動画を投稿してたんだが、トンネルが煙で充満してて前方の車が燃えてるってさ。そのせいでトンネルが閉鎖されて、乗ってた人たちはバスから降りて歩いて脱出したらしいよ。トンネルの中で火災なんて、普通なら大問題だよね。歩いて脱出するなんて、まるで映画のワンシーンみたいだわ。これが、新エネルギー戦略ってことなら、まだまだ危なっかしいな。本当にな。結局、新エネルギー車ってまだ基本的な安全制御もまともにできてない段階だろう。過渡期の技術で、いろいろ問題抱えてるのにさ。それでも多くの自動車メーカーはやたら通してる。
燃料車を、古いとか、エコじゃないとか散々ディスって、もうすぐ完全に、新エネルギー車に置き換わるなんて宣伝してるけどさ、実際は全然追いついてない。燃料車のことをけなす前に、まず自分たちの技術をしっかり固めるべきだよね。まだ国内メーカーの技術も未熟なんだし、エンジンやギアボックスも自分じゃ作れない状態なのにさ。それを考えたら、まだまだ冷静に見極めなきゃいけない段階かもね。そうだな。で、こういうトラブルが頻発する中でも、電気自動車のコスト面でも驚きの話があるんだよ。ある車のオーナーが、いとこが買った24万円日本円で約480万円の、テスラモデル3のバッテリー交換に16万円320万円かかったってさ。さらに、その車を中古で売ろうとしたら12万円240万円にしかならなかったらしい。バッテリー代の方が車の価値を超えちまってる。それって、まるで車が使い捨てみたいなもんじゃない？本来は電気自動車なら維持費が安く済むはずだと思ってる人も多いだろうに。結果的に修理やバッテリー代でかなりの出費になるなんて、全く皮肉だね。そうなんだよ。他にも50万円約1000万円で買ったベンツ EQC のバッテリー交換が、22.6 万円452万円かかったとか、18万円360万円の BYD 版が、バッテリー交換に14万円280万円かかったとか、信じられない話ばっかりだぜ。これじゃ少しお金を足せば、新しい車が買えるって感じだろ？結局、ガソリン代がかからない分、バッテリー代で余計な出費をしてたら、どこが経済的なのかわからなくなるね。節約してるつもりが、実はもっと大きな負担を背負わされてるわけだ。そうだな、数年乗って、ガソリン代が浮いたと思ったら、最後に、バッテリー交換で全部持っていかれるなんて、ほんと誰に文句を言えばいいんだか。新エネルギー車のコストって、ほとんどバッテリー代にかかってるんだよな。普段は20元約400円で充電できて、ガソリン満タンにするのに500元約1万円もかかるって。笑ってたけど、今のトレンドに乗っかって電気自動車にしたら、バッテリー交換で死にそうな思いをする羽目になったんだ。充電代が安いって喜んでたら、バッテリー交換で大出費か。まさに安物買いの銭失いってやつね。しかも、バッテリー交換の度に命の危険まで感じるなんて、笑えない話だわ。そうなんだよ。しかも、10年以上経った電気自動車なんて見たことないんだよな。平均して10年でスクラップになるから、利益もガソリン車の半分しかないし、バッテリー交換するくらいなら車ごと買い替えた方がマシだって話になる。結局、そんなプロセスに耐えきれずに最後には心が折れるんだ。10年でスクラップって、まるで使い捨ての家電みたいね。環境に優しいって言われてるけど、実際は廃棄物が増えるだけじゃないの？それに、バッテリー交換のコストを考えたら、ガソリン車の方が長持ちして経済的かもしれないわね。さて、ここで一つ質問。電気自動車って何年持つのかな？中国の自動車実験所が最近出したレポートによれば、多くの電気自動車のオーナーが不安になってる。このレポートはネット上でも話題になっていて、冷ややかな現実が明らかになったんだ。それは、電気自動車のバッテリーの劣化具合が想像を超えるスピードだということ。バッテリーの劣化がそんなに早いの？それじゃあ、長距離走る人や頻繁に使う人には向いてないってことね。環境に優しいって言われてるけど、実際はバッテリーの廃棄や交換で環境負荷が増えてるんじゃないの？例えば2019年のテスラモデル3の例では、11万6000キロ走行した後、バッテリーの健康度は 89% に落ち込んでいた。このデータはまだ許容範囲かもしれないけど、2020年の理想案のデータは驚きで、同じ10万3000キロの走行でバッテリーの健康度は 75.6% にまで低下していたんだ。特に拡張レンジ車ガソリン発電を併用する車の、バッテリー劣化速度は、純電気自動車よりも著しく速く、混乱するくらいだよね。まるで冷水をかけられた気分だ。それじゃあ、拡張レンジ車って、ガソリンも使うのにバッテリーの劣化も早いってこと？なんだか本末転倒ね。結局、どっちつかずでデメリットばかりが目立つ感じがするわ。環境に優しいって言われてるけど、実際はユーザーにとっても環境にとっても負担が大きいんじゃないの？この報告書が出て、ネットでもいろいろな意見が飛び交ってるんだよな。例えば、電気自動車を買うなら、やっぱりテスラみたいな有名ブランドを選ぶべきだ。っていう人もいれば、理想案のデータは怖すぎる、こんなの乗れないよ。っていう人もいる。特に、バッテリーが早く劣化するなら、交換コストがどんだけかかるんだろうって心配する声が多いんだ。まあ、そりゃ不安になるよね。せっかくエコのために電気自動車を選んでも、コストがかさむ上に安全性にも不安があるんじゃ、話にならないよ。でも、一部では、例外もあるって話も聞くわよ。ああ、例えば BYD 班のオーナーが言ってたんだ。
うちの車は3年以上、30万キロ以上走ってるけど、バッテリーの劣化はたった 1%。でさ、これには驚くよな。とはいえ、これはラッキーなケースで、基本的にはバッテリーは走行距離とともに劣化するのが普通だってさ。なるほど、でもそういう、奇跡のバッテリーがみんなに当てはまるわけじゃないよね。結局、大多数の人は劣化が進むわけだから、交換するしかない。と。その通り。しかも、電気自動車のエネルギーを補充するには、バッテリー交換か。超高速充電って2択があるんだが、どっちも簡単じゃないんだよ。まずバッテリー交換はめちゃくちゃ高いんだ。テスラのバッテリー交換で12万から15万円、約240万から300万円。シャオペン P7 でも8万から。10万円、約160万から200万円。メルセデスベンツに至っては23万円、約460万円もかかるんだ。そんな金額、聞いただけでドン引きだよ。もはやエコどころか、財布がエコじゃなくなるわね。結局、バッテリー交換なんて気軽にできないってことよね。それでいて、超高速充電は便利に見えるんだが、これも一長一短でな。確かにすぐ充電できるけど、急速充電を頻繁に使うとバッテリーの劣化が進むんだってさ。実験でも急速充電がバッテリー性能にダメージを与えるって証明されてるんだよな。つまり、便利さを取るとバッテリー寿命が縮むし、寿命を大事にしたら時間がかかるっていう板挟みなわけだね。なんか電気自動車のオーナーって大変そうだな。バッテリー技術のボトルネックに縛られて、電気自動車を買うのはまるで罠みたいな感じだよな。だけど、こんな問題はメーカーの宣伝には絶対に出てこない。このレポートも発表されてからたった1日で、ネットからすぐに消されて、今じゃほとんど見つからないんだってさ。怪しいね。メーカー側の都合の悪い情報は、徹底的に隠されてるってわけか。消される情報って聞くと、逆に気になってしまうわ。ほんとそうだよな。特に、これは拡張レンジ車の最大の設計上の欠陥とも言われててさ、レポートにはテスト結果が詳しく載ってたんだ。テストしたのは2019年モデルのテスラモデル3と2020年モデルの理想1っていう車で、10万キロ走行した後のバッテリー健康度が、テスラは 90% だったのに対して、理想1は 75% まで下がってたんだよ。その 25% の差って、たった1年違うだけのモデルでしょ？理想1は 40kWh、テスラは 52kWh の、リチウム電池だって言うけど、たかだかその違いでそこまで劣化に差が出るもんかね？実はそこが肝なんだよ。テスラの平均電力消費が 11.7kWh なのに対して、理想1は 22.2kWh も消費してたんだ。それで、テスラは261回の充電サイクルに対し、理想1は572回も充電してる。NEDC 基準で換算すると、理想1が早く劣化するのも納得できるよな。つまり、電力消費が大きいのが根本的な問題ってことか。じゃあ、バッテリー容量が大きくても、効率が悪ければ結局意味がないってことね。そうだな。これを例えるなら。大食いな人が俺は1日2食しか食べないって言ってるようなもん。なんだ。2食だけど、1食で4ポンドのパンケーキに2ポンドのビーフ、それに大きなコーラまで一緒に飲んでるようなもんだ。逆に、細身の人が1日8食でも1食はビスケット半分くらいしか食べてない感じだな。なるほど。だからバッテリーが小さい車ほど消費電力の効率が重要ってわけか。特に拡張レンジ車とかプラグインハイブリッド車では顕著になるんだね。エコって言葉が虚しく聞こえるわ。さらに、電気自動車に冷蔵庫やテレビ、それに大きなソファまである車なんて、出てきてるけど、消費電力も高くなるし、車重も増える分だけ空気抵抗も悪化するからな。そのせいで航続距離が下がるだけじゃなく、バッテリーの健康度にも相当影響が出るわけだ。車にまで冷蔵庫やソファって、もはや移動式のリビングね。そこまで快適さ追求するのはわかるけど、航続距離が下がって、バッテリー劣化も早くなるなら、デメリットしかない気がするわ。ほんと、消費電力は管理しなきゃならないね。特にバッテリー容量が小さい拡張レンジ車やプラグインハイブリッド車なんかは要注意だな。消費電力をしっかり管理しないと、あっという間にバッテリーが劣化して寿命が縮まるんだ。ほんとにエコのための電気自動車なのか、疑わしいわよね。でも、そんな中で今度はブレーキ故障についての話題も浮上してきたらしいじゃない。ああ、その話。車メーカーも焦ってるのか、11月7日に声明を出したんだが、その2日後にまた声明が出て、内容が変わってたんだよ。今度は、デマを作るな、広めるな。って警告して、場合によっては法律的手段も取るっていう強硬な姿勢になっててな。オーナー側ももう子さんみたいな立場だから、訴訟されるかもって噂になってるんだ。車を買ったら被告生活が始まる。なんて、悪夢みたいじゃない？まさか、
車メーカーと争うことになるなんて思わないよね。でも、これには他にも驚きの話があるんだって。そうだよ。ネットでは。自動車業界で15年働いてるけど、こんなのは初めて見た。って声もあってな。ブレーキ故障の問題が報告書に白黒で記されて、後因までついた鑑定機関の報告なんて前代未聞らしい。さらにその報告書には、ドライブレコーダーのデータが欠落していて、事故報告データが人為的に変更されている。っていう衝撃的な内容が書かれてたんだよ。メーカー側がデータを改ざんしてたってこと？そんなこと、公正な第三者の鑑定機関の報告書に記されるなんて、正直驚きを隠せないわ。やっぱり、こういう鑑定機関の報告は本来、公平で真実を伝えるべきよね。もし、メーカー側がデータ改ざんに関わってるとしたら、それって故意の、法違反になる可能性が高いんだが、実際はそう簡単じゃないんだ。オーナー側も、メーカーが出した事故報告を認めずに第三者機関に鑑定を依頼したんだけどさ。これって主張する側が証拠を出さなければならないプロセスだから、厳しい立場に置かれてるんだ。なるほどね。でも、訴訟に使う鑑定なら、その報告は特定の目的にしか使えないってこと？それなら、鑑定機関が、公開するな、とオーナーに警告してるのも、それなりに理由があるってことか。そういうことなんだ。今の鑑定機関は、顧客からお金をもらって交渉や仲介で店舗に、圧力をかけたり、双方の利益を利用することが多いらしい。過去のストームブロサーズ事件や他のケースもそうだったんだが、鑑定報告自体はオーナーが、提出する専門的な意見書に過ぎないから、最終的なレビューが必要なんだ。訴訟結果も直接は鑑定機関の利益に影響しないけど、今回のケースでは、誰もオーナーがネットで報告書を公開するとは思わなかった。そういう経緯だったんだね。でもオーナーがその報告書を公開したことで、ただの車の不具合じゃなくて、メーカーがデータを改ざんした疑いまでこうの話題になったってわけか。これはメーカーには相当なダメージね。ああ、それにもし再鑑定で異なる結果が出て、裁判所が最終的にメーカー側の主張を支持した場合、今度は鑑定機関が他社の利益を害したとして、メーカー側から責任追及される可能性もあるんだ。とはいえ、鑑定機関がオーナーを訴える権利はあるけど、必ず訴える必要はない。でもそれなら、鑑定機関が真実を追求する立場で、公平と誠実をもって判断を下すべきじゃない？もし鑑定報告が本当に真実を反映してるなら、それは消費者にとって良いニュースになるし、自動車市場の規範化にもつながる大きな一歩になるんじゃない？その通りだよな。でも、現実はそう簡単じゃないってことなんだよ。こうして騒動が広がって、結局傷つくのはオーナー本人なんだよな。でもさ、オーナーが悪いのか？いや、真実を追求することは誰にとっても正当な権利だし、むしろ今の時代、私たちには、真実を疑う声が足りてないのかもしれない。消費者が権利を守るのは簡単じゃないし、手間も時間もかかる。新エネルギー車の発展が急速に進む夢中で、規則や基準も追いついていないのが現状なんだよな。昔の観光車の時代の基準で進んでるから、消費者が余計に困難な立場に立たされてる。まったく、疑うこと自体に悪意があるわけじゃないのにね。地球中心説から太陽中心説への変革だって、真実を疑ったからこそ科学は発展してきたんだし、権威の言うことをただ信じるだけじゃ、進歩はないわ。そういうことだな。人類の進歩って、権威や英雄が作ってきたわけじゃなくて、疑問と批判を繰り返して成し遂げられてきたものだからな。例えば、今問題になってる M7 のブレーキが本当に故障してるかどうかもそうだ。もし故障してないなら、公社派が発表した内容と矛盾する。ブレーキにほぼ問題がないなら、多くのメーカーに品質の問題は、あっても、少なくともブレーキは正常ってことになるんだよ。そういえば、以前テスラのブレーキも問題視されてたけど、結局はただの噂だったんだよね。でも、その騒動のせいでテスラも一時的に信頼を失ったし、同じように、高血坂の登場で、今回のメーカーも信頼がガタ落ちってわけか。ああ、今のところ、オーナー側は、ブレーキを踏んだって言ってるが、アクセルが全開になってたのがデータに残ってるらしいんだ。一方、メーカー側は、アクセルが全開でブレーキは踏まれていない、と主張している。真相はまだ明らかになっていないけど、結果が出るまではじっくり待つしかないな。でも、こういった話でメーカーが信頼を失うのはなぜなんだろう？どこかで、透明性のある対応ができてないからじゃないの？なぜオーナー側が強気で主張してるかというと、事故の前5秒間に、ブレーキを踏んでいた証拠を車両鑑定報告で提出してるからなんだ。でもシーリズ側は、データが人為的に変更された。って一方的に主張していてさ、双方の言い分が真っ向からぶつかってるんだよな。
だから、ここは結果が出るまでどっちが正しいか判断するのはやめておこう。また例の、データ改ざん説ってやつね。こういうの、前にテスラでもあったけど、まさかシャオミまで同じ道をたどるんじゃないかって思えてくるわ。本当にな、今ネットでは。事故の原因はオーナーにある。って声が多いけど、テスラのオーナーたちからは。前は車会社の問題だって言ってたのに。って反発も出てる。以前テスラのブレーキ問題が騒がれた時は、メーカー側の問題として扱われてたのに、今回は、オーナーの責任にされてて、さらに国内メーカーを選んだことで訴えられるリスクが倍増ってわけだ。ほんと、消費者が不利な状況になりやすいね。こういう話、前にもこのチャンネルで BYD について話したことあったけど、あれも似た感じだったよね。あの訴えられたブロガーの件とか。そうだな、あのブロガーは最近またビデオで話してて、二つの質問に答えてたんだよ。一つ目は、本当に BYD に訴えられたのか？っていうこと。そして二つ目は、なんでこの会社は真実を話さないのか？今やビデオもすぐにクレームが来て、いつでも禁止される恐れがある。っていう内容だった。なるほどね、結局 BYD に訴えられたのは事実ってことか。それで訴訟は今回で2回目？ああ、そうらしい。昨年11月に新鮮で訴訟があって、9月中旬には裁判所の調停があったんだが、意見の食い違いで調停は成立せず、一度 BYD が訴えを取り下げたんだ。でも10月10日に再び北京で訴えを起こしてきて、今度の賠償請求額は、200万元約4000万円から500万元約1億円に跳ね上がったらしい。すごい金額ね。そんなに請求されるなんて、消費者側にとってもリスクが大きすぎるわ。真実を求めたら訴えられるって、一体どこの正義なんだろう？訴えられた件について、彼は、訴えられたおかげでファンが増えた、と言ってるらしい。昨日のトラフィックが一気に増えて、新しいフォロワーも2000人増えたってさ、今までどんな動画を作ってもここまで増えなかったらしくて、まさに、訴訟のおかげって感じだな。まるで訴訟が、プロモーションになってるって感じね。普通なら嫌がるところだけど、それを逆手に取ってるあたり、かなり肝が据わってるわね。でも、訴訟がどちらかの正当性を示すものじゃなく、法が決めるものだって考えてるのは冷静な意見かもね。そうだな。さらに、同じ理由で何度も訴えてくることについては、これって乱訴に当たるんじゃないか？と皮肉ってたんだ。次から次へと違う訴訟を出してくるなら、KPI 業績評価のためにやってるだけじゃないかってさ。ちなみに、彼はテスラにも2回訴えられたことがあるんだけど、その時は双方とも冷静に、法的判断を待ってたから、騒いで司法を動かそうとするのは子供じみてるとも言ってたな。訴訟を、パフォーマンスに使うなってことか。冷静に法的判断を待つのが本来の姿勢だよね。で、なぜ話させないのか？っていう質問には、どんな返答をしてたの？彼の答えはシンプルで、人々に話させたくないから。だってさ、悪事を働こうとしてる人、もしくはすでに悪事を働いて知られたくない人がいるから、真実を語らせたくないんだと。それで、毎年30億元約600億円もかけて水軍を雇い、デマや誹謗中傷で、消費者を騙して車を売ろうとする企業もあるって話まで出てきたんだ。それってとんでもない金額よね。水軍を雇って情報操作だなんて、消費者にとっては悪夢のような状況じゃない？それでも彼は、真実を語ることで動画が削除されたり禁止されたりするのは、普通のことで、驚きでも何でもないって言ってるわけね。ああ。話すのを禁じられるほど、逆に言いたくなる。って皮肉まで言ってたんだ。皆さんはこの中国 BYD の EV 大欠陥、隠蔽された、ブレーキ故障事故データと訴訟地獄で中国が年間600億円についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。